ドスクーパルプー。はいどうもちは、僕くんゲームでございます。今回もね、ウィリアプリ2018動画の方をやっていきたいと思います。今回ですね、まあこれ画面上にもある通りレベル上限アップトレーナーというね、まあトレーナーリストで、まあ皆さんご存知のアイテムあるんですよね。はい、これのね、ちょっとね、使い方、まあ誰に使うっていうところでね、お話ししていきたいかなと思います。はい、まあちょっとね、それにちなんだ話で、今ね、僕がちょっと進めてる企画としてですね、まあリスナーさんにちょっとご協力いただいてね、まあ6凸選手、はい、まあ凸らせていって、まあ選手のね、上限アップを最大値、レベル60まで持っていったその能力値、しかもレベルマックスの状態の選手の能力値をね、あのリスナーさんにご協力していただいて、今集めてるところでね、それでまあ編集を今かけて、まあ有能選手の本田選手これですよっていうのをちょっとね、集めてるんで、まあそれもね、今後出していくんで、ちょっとお待ちください。はい、なので、ね、本当にご協力いただいた方ありがとうございました。はい、ということで、まあこれちなみですね、レベル上限アップトレーナー誰に使うかなということで、はい、僕今ですね、これ貯めてます、かなり。まあどんくらいあるかというと、これバーって見ていただくと、めちゃくちゃ貯めてるんですけど、これ27個あります。27枚。まあ、27人って言うべき、これ。レベル上限アップトレーナー。はい。で、これを結構貯めてる人、動画見てる人いるんじゃないかなと思います。はい。で、誰に使ったら迷うって、誰に使うか迷うみたいなね。なので、今回はですね、まあ、何パターンかにちょっと分けてね、こういう使い方したらいいんじゃないかなっていうのを提案していきたいと思います。まあ、実際、ツイッターの方でもね、ちょっと上限アップトレーナー誰に使った方がいいですかとか、どっちに使った方がいいとかね、この選手、この選手みたいなのもあるんで、まあ、今回簡単に話していこうと思います。はい。まずですはね、って変な喋り方、変な喋り方だったけど、まずですね、お気に入り選手ですね。はい。一つ目は、自分のこんな選手がいいですなっていう、まあ僕の一番使ってる選手みたいなね、まあ自分の中で多分お気に入りの選手というかね、好きな選手とかあると思うんですよ。そういう選手に使うっていうのが多分一番いいかなと思いますね、一つ。はい。なのでまあ、能力的にはね、そんな強くないかもしれないですけど、まあ、この選手ね、気に入ってる、ずっと使ってるから、この選手に、ちょっと、上限アップさせて、レベルもマックスにしてね、もっと今より強くしようっていう使い方あると思います。はい、実際に知ってる人も結構いるんでね。まず一つがそれです。そして二つ目がですね、もう最強を作ると。最強の選手を作るとね。まあ、それ例で挙げるとやっぱロナウドとかね。まあ、僕一応ロナウドはですね、結構ガチャでね、昔から手に、何回か入れたことがあって、まあ、60までね、上げれてるんですけど、まだレベルは55ですね。あと5レベル上げないといけないんですけど、まあ、こういうロナウド、メッシ、ネイマール。まあ、代表的なところで言うと、この3選手とかを、まあ、上限をね、めちゃくちゃ上げると。そしてレベル60まで上げれるようにして、レベルもマックスにするとね、もっと能力値がね、今より上がると。だから、もともとかなり強い選手に、上限アップ使ってもっと強くするっていうね。はい。なので、まあ、ロナウドとかだと、これ、レベル60いくと、だいぶやばくなるんですよね、能力が。はい。なので、6凸レベル前になると、ロナウドはもう、サッカー選手の域を超えた能力値、本当に稲妻イレブンの世界の動きをする選手になると思うんでね。まあ、そういう選手に上げるのも一つありますね。はい。そして、もう一つがですね、やっぱ、レジェンド。はい。こういう、まあ、ジーコ選手だったり、マルディーニ選手。あと、ベッカム選手だったり、レジェンド選手ってたくさんいると思うんですけど、こういうレジェンド選手持ってたら、希少価値がすごく高いんですよね。はい。ガチャでもね、限定で、開催されてるというかね、そんなに毎回毎回出てくるわけでもない、やっぱ希少価値のあるガチャの、レジェンド選手だと思うんで、こういう選手に入れるっていうのもありますね。はい。だから、個人的には僕ちょっとですね、このオーウェン選手、やっぱり能力値見てもですね、かなり強いんですよね。はい。金で、やっぱりコストも結構その27と低く、かつね、この能力値の高さ。はい。スピード瞬発もありの、ボールコントロールドリブル、スピード、オフェンスセンスもあると。なんで非常にワンタッチシュート、ラインブレーカーといってね。で、この、そういうなんかこう、ちょっと希少価値がある選手、なかなか普段お目にかかれない選手をゲットした場合、そういう選手にレベル上限アップトレーナー入れて、とつっていくっていうパターンもありますね。はい。で、もう一個ね、ちょっとこれ結構大事なことだと思うんですけど、まあ、今ね、18B とかね、18A とか S17 とかいろんなシーズン、ここですね、メッシ選手の名前の下の方とかね、ドラナ選手の下の方に載ってると思うんですけど、いろんなタイプのシーズンのバリエーションがいるんですよね。はい、なので、これ見ると確かに、シーズンが低い選手に入れていくと、どんどんね、ボーナス選手としても、なかなか価値がね、なくなってきて、
まあ、確かにオンライン戦とかではね非常に強くなっていくっていうのはあるんですけど、例えば新しくねイブラ選手のねあの 18B ゲットしたと、これに入れるのは全然問題ないと思います。まあ、もちろんねその好きな選手がイブラっていうのもあるかもしれないですけど、ただやっぱりこう古い選手に入れていくことによってちょっとねもうちょっともったいないという感じがする方もいるかなというのはあると思います。はい、シーズンがだから古い選手にもまあできるだけちょっとまあバリエーションがある選手に入れるっていうのは一つあるかなと。ただ僕もですねこんな感じで S17 の選手とかあるんで、まあ、全然オンライン戦だけだって俺はオンライン戦だけやって強くなるぜっていう方はね全然まあそのいう選手に入れてもいいと思います。はい、そしてもう一つがですね、現役でまだまだやりそうな選手。はい、なのでまあちょっと年齢とかねいろんな部分も含めてキャリアがね引退しちゃうとですねその選手いなくなっちゃうんですよね。それでまあレベル他のねレベル60選手に交換されるっていうのもあるんですけど、やっぱもったいなくなっちゃうんですよね、レベル条件アップトレーナーが。なのでまあ結構僕はその慎重に使ってほしいなっていうところはやっぱり現役でまだまだバリバリで活躍するの選手、はい、特にやっぱ若い選手とかですねはかなりいいかなと。でもう一つ移籍、まあ、これに関してはちょっと読めないんですけど、やっぱり中国とか今だったらアメリカとかかな移籍しちゃうと、まあ、チームによっちゃねいなくなっちゃうことがあるんで、そこもちょっと気をつけていきたいなっていうのがあるんで、やっぱり安定したプレーをね常にうまいしていて、まあまあそこら辺吟味するとねちょっとかなり使うのは難しくなるんですけど、まあそういうところも大事かなと。はい、で最後はねあれですね、いろんな選手に振り分けるパターンもありますね。なのでまあ皆さんのねちょっとレベル上限アップトレーナーの使い方っていうのもねどんな感じでしてるのかコメント欄でねもらえると嬉しいですね。はい、僕はこういう選手にしてますとかね、お気に入り選手してますとか、僕はもうとにかく能力が高い選手に入れてますとか、もう自分も今貯めてる身なんでちょっとなかなか迷ってるところではあるんですけど、やっぱり一番今近いのはレジェンド選手に入れるところかなっていう感じですね。はい、なのでまあ10レベルだけある選手を上げるみたいな、そしてこの人も10レベル、この人も10レベルみたいなね、ちょっと分けていくのもありかもですね。はい、レベルマックスまでしなくても、これ突60、まあ、6突にしてレベルマックス状態まで持っていくには相当な経験値もいるんでね、やっぱり時間もかかるかもしれないんで、まあ、レベル45とかね40だと比較的、まあ、それよりは簡単になるかなと育成に関しては。はい、でちょっとツイッターの方でオバメとカバーにねどっち突った方がいいですかっていうコメントが確かあって、まあ、それにお答えするとオバメやんですね。はい、僕の意見としては、まあ、それなぜかというと、まあ、カバーニ選手も強いんですけど、やっぱりねウィーレ2010、まあ、ウィーレアプリ自体でねやっぱりオーバメヤング選手がね驚異的すぎますからね。はい、なのでまあオーバメヤング選手6突とかしてる人いたらだいぶやばい数値してると思うんですけどね、多分。はい、まあね、スピード瞬発に関してちょっと99まで上がりきるっていうところで若干もったいないかなっていうところはあるかもしれないんですけど、やっぱりカバーニかオバメで比べるとやっぱりオバメかなって思いますね。突るべきはやっぱり、まあ、ジャンプ能力もありますし、結構ウィリアプリ CF 最強って呼び声も高いんでね、ワンタッチバスチェイシング、この辺のかなり有能スキルも持ってて、ラインブレーカーでこのスピードで、自分はまだレベル30なんですけど、これレベルもっと上げていくと能力値も上がっていくんでね、はい、カバーニかオバメだったらやっぱりオバメかなとも思いますね。はい、ただ今、まあ、僕が今ちょっと突ろうかなって思ってる選手だってやっぱりオーウェンとかかな、うん、やっぱりここオーウェンとか、あとはマルディ選手とかでも本当にレジェンドの選手で、ね、本当に気象が高いんでそこに入れようかなとも思ってるんですけど、いやーどうしようかな、グリーズマンとかもういろんな選手を突りたいですよね、そう考えると。はい、なのでまあ皆さんのね、ぜひ僕はこんな感じで突ってますとかね、まあ6突も一気に作っちゃいますよとか、振り分けたりしないとかね、あればよろしくお願いします、コメントの方でね。だからこのこれ溜まりすぎて50枚とかいっちゃうとだいぶやばいことになるんですけど、27枚今あってあと3枚集めるとね、まあ1人だけスペシャルエージェントで手に入れた選手だったら6突、まあ、作れるという感じですね。多分貯めてる人結構いるんですよね。なのでまあ誰に使おうか迷ってるっていうパターンも絶対あるからね。いやーでもこれマジで誰に使おうかな、これ本当に使えるか迷うんだよな。
まあ、シーズンができるだけね、新しい選手を今後手に入れた場合のためにもね、取っておこうかなっていうのもあるんですけど、まあ、オンライン戦で早めにこの選手使いたいっていうのもあるんで、めっちゃ迷うよね、実際レベル上限アップトレーナーの使い道。まあ、ちょっとね、ぜひ、まあ、皆さん、ああ、じゃもう一つで、ちょっとこのコメントなんで、この選手に入れた方がいいっすよとかもあればね、ぜひ、嬉しいですね。はい、ということで、ちょっと冒頭でも言ったんですけど、今ね、6凸選手の能力値集みたいなのね、もう、一目で有能選手のね、レベル60時点のね、能力値が、リスナーさんのご協力いただいて、今ね、編集段階入れてるんで、まあ、もう少しでね、その動画もお見せできると思います。かなり多分ボリュームあると思うんで、ぜひ、お楽しみください。ということで、まあ、今回は、レベル上限アップトレーナー、まあ、凸のね、ことに関しての動画でした。まあ、本当に迷いどころだと思うんですけどね、ぜひ、自分のね、まあ、この選手だっていうところに入れてみてください。ということで、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしね、まだチャンネル登録してない方いたら、ぜひ、左上のボックスの顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。